これガチやチコちゃん。あいつ誰呼んでんねん。あのラインの下りで分かるよ。貼っとったらここにライン。そんでやんこれ。だから言ってほしいよ。わっ、ライン見せるかい。めちゃくちゃ敬語でしょ。はい、どうも、着きました。モンリョの家です。カップルチャンネル全然進展がないんで、マスモンリョ思い切り、ほんまに、だろうと思ってます。皆さん大好き、分かってるでしょ、モンリョね、なんていうんですか、なんとか、ハウスみたいな。モンローハウス。モンローハウス、モンロー。邪魔すんでー。おはようございます。何も、回ってますけど。何ですか？え、何ですかっていうかさ、入る前からちょっと嫌な予感してたけど、俺さ、ちょっと待って、これガチやチコちゃん。りょう、りょうさん、これ、あ、ガチ待って、ちょっと待って、ちょっと待って、何ですか？俺、モンリョウさんの事務所行きたいって言ったよね。いや、言ってましたっけ？事務所と。こいつめっちゃ怖いぞ。モンリョウ、やめやめこんなやつ。はじめまして。ガチ？ここじゃダメなんですか？事務所やったらどこでもいいかなって思って。違うやん、この間だって言スニーカーやってる時に、りょうさんの事務所遊びに行かしてくださいよって、私、おらん時でもいつも開けるから、勝手に取っていいですよ、みんな行ってるし、僕も行きたいんだ、あの事務所って、くだりやったでしょ。はい、ありました。ここは、ここ何なんですか？なんか会議室みたいな感じで借りてる。会議室、誰呼んでんねん。誰会議室呼んでんねん。ちょっと、あのラインのくだりで分かれよ、貼っとったらここにライン。大丈夫だよ、分かるでしょうよ。明日モンリョウさん、モンリョウさんいなくても大丈夫です、忙しいと思うんでっつって、事務所だけ撮影でってなんか乗り込んでるみたいなやつ、誰がこんなとこ来んねえ。だから俺の愛人の部屋より狭いわ、こだわったら。すいません、本当に勘違いしました。何、俺がここ受けて何するもんだ。いやいや、なんか喋ろうか、喋ろうか。いや、そうですね、あ、そうですね、よろしくお願いしますとか言うと思った俺が。いや、何しに来るやろって。こっちが来るじゃん。あ、おかん、なんでこんなとこ呼んでんねん。夜やったじゃないですか。なので、はい、そもそも空いてないのは空いてないですよ。いや、それ、そんなんもんね、モンリョウさん電話したら、鍵渡しとか開けといて、隙に使っといて、ラマさんが宣伝しろって、いや、絶対言うって。っていう言ったもん、モンリョウさんとそれ、前回。絶対言った、どっちが聞いてたし。申し訳ないです。LINE の感じさ、まあ。どう思った？俺は。まあ、LINE の感じやったら、まあ、場所あったらいいかな。そう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 。違うって、こんな、ここの存在も知らんわ。普通、上位互換の方出すで。すいません、なんかこんなこれ光るやったらもうっかり光るやったらこれ窓から飛んで書いてるわ、あいつまたもおかしなって。光るやったらちょっと確認はしてたかもしれないです。あはい、モンローの事務所じゃないですけどっていう。モンローの事務所でしょって、だから俺びっくりしたわ、入った瞬間ちょっと薄おかしいな思ってな、なんか2階建てやったの気がしたし、でかかったから、これ場所言われへんけどマンションでっかいねんな、すごいねんけど、プロ降りた時にあれここ違うなと思ってな。めっちゃ嫌な感じで、こっから待ち合わせして一緒にこっから行くんかなと、それだけもちょっとイライラしてて、最初からそこ呼べよと思ってたけど、それでもないや、もう向こうの鍵僕も、僕向こうの鍵持ってないですよ。なめてんのかい。ほんますいません、ほんま。あ、そういう感じだったんですよ。東京から出ねえぞ俺。本領でやったら絶対怒られるで。でもあれついで感すごかったじゃないですか。何が？その2、3日前だったじゃないですか、あれも。いや、そうですけど、なんかついでにこう、なんかサクッとなんか撮るかなって思って。そうやね。にしてもこのクオリティはひどいでしょ。パイ皿も片付けてへんねん。ラファエル来ますよ、今から。ラファエル今から来ますよ。こんな状態で、カーテンもこんなんで、もう住所バレてもいいやん。お前はスニーカーの話だけか。絡んだろうかい。申し訳ないです。スニーカーの時だけかよ、お前部屋に仕上がって。おそろいしましょう。腹立つわ。何もありません。事務所だったらどこでもいいかなって。屋内の部屋欲しい。それさっき聞いた。それさっき聞いた。忙しいね、バタバタ。しかも俺は朝からな、起きてな。すいません。朝早かった。うわー、仕事、案件、ぶわーやってな、仕事して。で、どうしよう、モンリョウさんで最後あそこは移して。お世話になってるし、ちょっとでも宣伝協力できたらと思って来たら、ただの事務所。びっくりした。ほんまに勘違いしました。ほんまにすいません。いや、それはこっち側の言い方も悪かったかもしれんわ。そうっすね。そこで、言い方も悪かったんですけど、そこと思ってるでしょっていう体で来たかな、こっちも。ムカつく。ゴムってことで。ゴムではないわ。あれが車の事故やったらこっちは停車してたわ。91ぐらいやもうね、それで。91? ほんま10-0って言いたよ。でもやっぱ10-0にしてくれ、保険会社が間に入ったら。91やもうわ。絶対停車してたもん俺。本当にすいません、視聴者の皆さんもすいません。モンリョウのパネルだけちょっとこれ最後だった。モンリョウのあれやな、ほんだったらな、サムネイルモンリョウさんのやつを勝手に使って
なんかモンリョウの事務所にこんでいてモンリョウさんがってなってるみたいなサムネで俺がこうやってやってるやつやな。あ、ちっちゃい顔ちっちゃい顔、リョウさんやっぱ綺麗な。ちょっと等身大。あ、そうや、確かにこのぐらいもな、うん、もうちょっとちっちゃかった気がするの、リョウさん。ヒール履いてる。ヒールか。やばい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 、知るか知るか、編集の権限こっちやんね。こんなカットできるなんぼでも、やばい、こんななんぼでもカットできんねん、こんなもん知るか。やばいじゃん、今のところお前が一番やばい、この4人の中で一番やばいことしてるお前だ今のところ。それをまず分かれよ。すいません、申し訳ない、外見に行きます。俺大阪知らんの、俺外国人から、なあ外国人の俺は。いや、ほんまに申し訳ないです。ただ、ほんまに僕ら2人とも勘違いしました。いや、しゃあない、こっちもそのつもりで頭ごなしに言ってたから、そのあそこの呼び方とかこっちの呼び方が知らなかったんで、こっちも悪いですよ。だからそれで言うとね、それ申し訳ないですよ。何これ、ここなんと忙しそうにしてたよね。ほんま10時から、今9時は21時なんですよ。僕もケツあるんで、俺も何でこんなどこ行くの。いや、普通にあの、打ち合わせが10時からお前それ、モリオの事務所ちゃうよな。怒るで、ちゃいます、ちゃいます、怒るで、違います、違いますよ。どこであんだ、打ち合わせ。いや、普通にあの会食的な、あー、会食含めて打ち合わせな。そうです、そうです。リョウさん今日何されてるんですか。それで、まあ、これはい、まあまあ、ちょっと僕、リョウさんも来てもらって気づかないなと思って。なんか、あの、サブちゃんかなんかで、うん、僕に対してこう、なんか取るんかなって思ったんですよ。あ、だからそのりょうさんわざわざ来てもらうの申し訳ないし、昨日今日決まったことやからっていうことはあったんですよ。だからその松潤さんがメインではあったんですよ、そういう意味で言うとね。あ、はい、ただなんか場所はここではないわ。ほんましつこいけど。全然ここちゃう。ほんまにすいません、マジで勘違いしました、申し訳ないです。ほんとになんかクビにするけどな。俺ほんまにクビにしますよ。俺もう1言って10分かれへん人とか会話しとくない、俺マジで会話が。ほんまに申し訳ないです、それは。ちょっとまあ、近いのはお前だからスニーカー以外の勉強な、スニーカー以外のところで入ってこいってな。何やねん、ほんまに。まあ仕方ないですね、これ。それしか言ってへん、それしか言ってへんやんけ。帰りますわ、ほんやったらもう邪魔してるし、なんか。いや全然、あの、後日改めて事務所、まあじゃあいつかはね、やっぱそのお伺いしたいですってお約束もしてたし、僕もやっぱ絵にしたいし、そこ彼氏やで、もうよな。あ、そうですか。笑っててギャグみたいな感じしてるけど、彼氏やから。そうですね、な、モンリョウさんにやってるように俺のこともやらない。そりゃそうやね、それは昨日今日まで俺はもう得た日にみたいな感じだったかもしれない。でもモンリョウの彼氏になった瞬間にそれちゃうねんから。そりゃそうでしょ、世界でもそうでしょ。その辺のフラフラしてたキャバ嬢でも付き合った瞬間姉さんって言われるでしょ。それって一緒やで、ね、うん、やらんとおりのこと。すいません、申し訳ないです。彼氏やいて、前の動画ではどう見てもしか見えなかったんですよ。ちょっと認識がなんか照れてんねんって。あ、そう、わかるやろ、性格照れやねんから。あ、まあそうです、住んでるやん、どう見ても。2人だけ優しいじゃない。あ、そうだ、ライン見したるかい。もっとよ、そのライン見したるかい。めちゃくちゃ敬語でしょ、多分。になっておりますから、多分ラオさんめっちゃ礼儀正しい人やから。じゃあモンリョウさんがすごい距離持ってくるね。キャッチボールぐらいの距離で。あ、すごい距離でくるのよ、あの人。あれなんか遠藤がなんか測るんかなみたいな。体力測定やってるのかなって距離でラインしてくるから。まあもう帰る、ほんま帰りますわ、マジで。いや、ほんまにすいません。いや、ほんまにほんまに。そんな感じと思ってなかったっす。いや、全然ほんとに、2人もほんまに申し訳ないっす。まあしゃあないな、もう何もできへんもんな。そう、もうマジ帰ろうか、マジやもんな。ガチやもんな、これ。いや、ほんまにすみません、モンローの事務所だ。僕らほんま撮影の時にしか行ってなかったんで。そうそうね、撮影や、撮影やん、これ。何言うてんすか。本当に申し訳ないです、僕の確認、まあ、不足でした。だからちょっとエースグループの見に行ってこの話したろ。あやとさん、あやとさんと聞こえるようにこの話したろ。こんなことありましてな、今日。ほんまって、あやとさんと聞こえるように言うたろ。僕、ラホさんが来る、はい、かどうかも。ああ、そういうことっすか。わからんかったんすよ。はいはい、あ、そっかそっか、もうこっちの。そうです、なるほど、エクセル君とかと。そうです、ガラン。あ、そういうなんか別チャンネルのサブチャンかなんかの、はい、ああ、そういう系なんかなと思ったんですよ。ラファさんが来るって分かってたら僕も向かい行ってますよ、新浜さんから。言ってくれないと、そんな。
待ち構えるわけにいかないじゃん。俺のストーリー見ねえのな、昨日からもな。昨日から、昨日から俺のストーリー見ねえのか。絶対見てるやろ。履歴見たろかい。絶対通知あんねえぞ、絶対。履歴見たろかい。な、昨日から明日は大阪入れてるやろ。別軸で動いてる。嘘つくなよな。お前みたいなタイプおるわ、ちょっとでも趣味軽くしようとするやつ。場面で嘘つくやつおるわ。それでかけて大物に横おんねん。なあ、騙されんからな俺は。そんなやつ5万と見に来てんねん。騙されんぞ俺は。もう帰ろう、ま、もう帰りますわマジ逆に。はい、申し訳ないです。すいません、また来ます。モンローの事務所の時の感じでこれよかったら使ってくれたら。もうこれ以上な嘘を重ねた。次回はい、もう計画もお願いします。わかりました。日程さえ、まだいいです。はい、あれ、あじめモンディオ中枢やつですよ。もうお前ら挟まモンディオ、特別やつやつするわ。お前ら挟まお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。